今回は嘘つき女のお話を2本紹介します。まずはこちら。再婚する。彼女紹介したいからうち来てくれ。わかった。親友の家に行くと2年前に失踪した嫁がいた。俺、結婚したい相手ができたんだ。マジ？おめでとう、今度合わせてよ。彼女もそう言ってるから。そのつもり、お前も辛い過去があるけど、早くいい人見つけろよ。俺みたいなモテない男には無理無理。ピザでコミュ障の俺にも嫁がいたことがあった。二次元嫁とかでなく実在する嫁、俺にはもったいないくらいの美人の嫁だった。過去形なのは嫁が家出をして、もう2年になるからだ。当時、俺の仕事が忙しく、嫁も仕事をしていたので生活が少しずつすれ違ってしまった。もともと小さな家出癖はあった嫁だが、最短20分、長くて2日で帰ってきた。今日もうちに来てるよ、迎えに来てあげて。嫁友の家に転がり込み、嫁友がこっそり連絡をくれて迎えに行くのがお約束だった。しかし、そんな結婚生活は長くは続かなかった。嫁の携帯に知らない男の名前で、この前一緒に撮った写真送っとくね、とメールが入ったのをたまたま見てしまい、嫁には申し訳ないと思いつつ、開いてしまった。明らかに友達とは違う距離感で、見知らぬ男と寄り添う嫁の姿があった。その男のメールをすべて俺の携帯に転送し、時間をかけて一通一通見ていくと、完全に黒。ご飯できたよ。この男誰？知らないけど。知らないの？会社の上司なのに？っていうか、他人の携帯、勝手に見たんだ？信じられない。それで何？離婚でもする？別にいいけど。浮気しといて、なんでそんな上から目線なわけ？この時、初めて嫁に怒鳴り散らしてしまった。言い終わった後で一瞬、何をしたのか自分でも理解できなかった。ただ、嫁が今まで見せたことのない悲しい目をして、そのまま家を出て行った。俺はすごく後悔した。自分も会社の付き合いで女の子のお店に行ったこともあったのに、それを棚に上げて嫁を一方的に責めてしまったからだ。俺には嫁以外の女と同行なるつもりはなかったから、嫁が反省してくれれば許すつもりだった。しかし、嫁はいつまで経っても帰ってこなかった。嫁ともに連絡したが、嫁ともの家には行ってないようで、結局、それから1ヶ月くらい経っても見つからず、証拠として取っておいた真男へ連絡してみた。しかし、少し前に関係は切れていて、仕事も辞めてしまったようで、今は連絡も取っていないということだった。すでに嫁と浮気はしていないとはいえ、もちろん俺がこの真男を許す理由はなく、しっかり慰謝料はもらった。捜索届はその後、出した。一応、上書は取りますけど、事件性ないですよね。一通り終わったら、一応、受理しときますね。警察は面倒くさそうに、おざなりの調書を取ったが連絡はない。それから1年経って、マンションの更新の時、いつか帰ってくるという淡い期待は捨てて転居することにした。埼玉から東京の実家のそばに引っ越して、戸籍のフローを取ったのだが、まだ嫁の住所移動はされていなかった。地元に帰ってきて何をして暇を潰そうかと考えて、趣味の釣りを久々にしようと思い、近所の公園に行った時に子供連れの男性と知り合った。こいつが今度、結婚する親友。子供が俺の釣りをしているところにちょこちょこ来て話すうち、自然と父親とも仲良くなった。息子がまだ小さい時に、妻が病気で亡くなりまして、男で一つで育ててるんです。それは大変ですね。それからたまに、甥っ子が着なくなった服を譲ったり、どこか遠出をする時には3人で出かけたりするくらいの仲になった。そろそろ吹っ切れて、子供のためにお母さんになってくれる人、探そうかなって思ってるんだ。俺もそれがいいと思うよ。俺はそいつの付き添いで、一度だけ再婚相手探しの街コンなんかにも参加したが、いい人は見つからず。やっぱそんな簡単に見つからないよな。諦めんの早すぎな。自宅でばっかり飲んでないで、俺が子供の面倒見るからたまには外で飲まないと出会いがないぞ。じゃあ、その時はお願いするよ。ってな感じで何回か子供を預かって、そいつは地元のカウンターバーで飲みに行くことがあった。それからしばらくして、綺麗な女性がいて話しかけたと親友が俺に報告をした。お、やるじゃん感触は？まあ、次また会えたらちょっと話そうかなって感じ。頑張れよ。自分も嫁に逃げられてからすでに2年経とうとしていた。他人の幸せを願っている場合じゃないことは自分が一番わかっていたけど、そいつには幸せになってもらいたかった。ある時、どうやらバツイチだったという話を女性から聞いたらしく、女性も新しい相手を探しているところだったようだ。その女性は前の夫に浮気をされて、それを問い詰めたら夫から暴行を受け、それで逃げてきたそうだ。優しい親友はそんな彼女を放っておけなかったんだろう。涙を流す彼女を慰めながら、守ってやりたいと思ったそうだ。その話を聞いた俺は、昔の自分と嫁のような話だとは思ったが、そもそも俺の浮気ではない。その人をお前が守ってやるんだぞ。しっかり支えてやれよ。ああ、わかってる。
親友の新たな出会いを応援しようと思った。それからも何度か悩みを聞いていたようで、そいつはその女性を家に招くようになったらしい。子供もすっかり懐いてしまい、僕のままになってと子供らしい無邪気な大胆発言をしたらしく、その女性は恥ずかしそうにうんと答え、数ヶ月前から同棲を始めているようだ。親友は俺のことを恩人だと彼女に話していたようで、女性も彼の恩人ならご挨拶したいと言っているようで、結婚報告を受けてすぐに家にお呼ばれした。ただいま、連れてきたよ。パパお帰り、あ、おじちゃんだ。おお、久しぶりだな、元気してたか？うん、あのね、僕にもママができたんだよ。そっかそっか、よかったな。気が早いって、まだママじゃないからな。ああ、そんなこと言うの？奥から聞こえてきた女性の声に聞き覚えがあって、顔を上げた俺は目を疑った。それはどう見ても2年間、音信不通の嫁の姿だった。紹介するよ、この人が俺の彼女。はじめまして、お付き合いさせてもらってる、というかなんと言いますか。鈴木、です。ああ、はじめまして。奇遇ですね、俺も鈴木なんです。お話はいろいろ聞いてますよ。あ、本当だ今、気づいたけど二人とも鈴木じゃん。変な運命感じちゃうな。あれ、顔色悪いけど大丈夫？あ、うん、お料理の用意が残ってるから、キッチンに戻らなくちゃ。名字が同じなのは俺からしたら当たり前だ。嫁は離婚もせずに逃げ回っているのだから。おそらく親友が感じた運命とは、全く別の運命を俺は感じていた。それから嫁はキッチンに突っ込んで、できた料理を運んでくる時に顔を見せるくらいだった。せっかく呼んだのになんか悪いな。いつもはこんなことないんだけど。いいよ、彼女にもいろいろあったんだろ。それより今度、3人で会わないか？子供抜きで。別にいいけど、どうした？俺も会わせたい人がいるんだ。それから俺は弁護士を雇った。嫁がのらりくらり言い逃れしたり、泣き落としにかかっても問題なく俺たちの関係を清算できるように。俺たちはそれからすぐに近くの喫茶店で待ち合わせた。失礼だけど、この人どなた？この人が会わせたい人？俺の弁護士さん、今日はちょっと話したいことがあって連れてきた。今日こそはお互いの関係をはっきりさせようと思う。当然だが離婚でいいよな？え？全然話がわかんないんだけど、どういうこと？俺はこれまでの経緯を全て話した。というよりは、嫁に対する事実確認に近かった。浮気をして男の家に逃げ込んで捨てられた嫁は、自分が浮気された側だと親友には話していたようだったから。というのが真実だ。悪いけど、この女は信用しない方がいい。反省していたなら俺も考えたけど。嘘じゃないんだよな、これ。俺、どうすればいいんだよ。違うの、私は改心したの。もうこんなことしないって決めたの。嘘を二度とつかない人になる。改心した人間が、私は浮気されたなんて言わないと思うんだが。それはまた人を騙して俺みたいな被害者を増やすつもりだったんだろ。とにかく俺は離婚と慰謝料を支払ってくれたらそれでいいから、あとは二人に任せるよ。俺と弁護士は必要な書類を嫁から受け取ると店を出た。それからしばらくして親友から結婚するのをやめたと連絡が来た。あの時のお前、冷たい奴だなって思ったけど、俺のことを考えて結婚を止めてくれたんだよな。まあな、友達だし。そっか、ありがとう。俺も離婚が成立して、やっと次に進める気がする。元嫁はどうなったか知らないが、分割した慰謝料はしっかり毎月振り込まれているから、どこかで生きてはいるんだろう。続いてのお話はこちら。結婚式前日に新婦の姉が失踪。妹の私は姉の替え玉にされ彼と結婚。数ヶ月後、姉が戻ってきてお前は出て行け。その瞬間、彼が切れた。俺にはええ子という婚約者がいた。そして、両親の顔合わせや式場の準備など、結婚式の準備は滞りなく進んでいた。だが、結婚式の前日、ええ子は幼馴染みの B 男と行方をくらました。俺は二股をかけられていたということをその日、初めて知った。当然、俺の両親はパニックで。向こうの両親は大激怒。特に向こうの両親は町の市長とかにも顔が利く人物だったこともあって、結婚式には銀行の頭取や会社の社長、そして市会議員など、本当に名だたる人物が出席するようになっていた。すると、式を明日に控えて絶望している俺に、両家の両親がとんでもないことを言い出した。仕方ない、俺を君とはシーコと結婚してもらうしかない。シーコはエイコの妹で、さらにまだ高校生。当然、シーコは、はぁ？何言ってんの？そんなの無理に決まってるでしょ。だいたい、俺おさんがかわいそうでしょ。そんなことを言ってられんのだ。姉妹だったらなんとかごまかすことはできる。もし、破談になればうちがどれだけ恥をかいて負債を背負うことになるか。冗談じゃないってば。シーコはそう言ってたけど、正直、俺はエイコに裏切られたことがショックで、皆の話は頭に入ってなかった。
だが、半ば知名度がある両親たちのせいで、式を中止にするわけにはいかない空気がすでにあった。結局、C子は根負けしたのか。あの、式が滞りなく済んだら、両親たちがその後の対応はすると思うから、本当に姉がごめんなさい。そう謝ったけれど、俺はただショックを受けていた。その後、俺と C子は両親が提案した通り、形式上の結婚式を挙げた。しかし、結婚式が終わると、破談の慰謝料を払いたくない向こうの両親が、C子、お前はこのまま俺を君と結婚するんだと言い出した。C子は、ふざけないでよ、新郎側が納得するはずないでしょ。と言ったものの、当時の俺はショックで何も考えられない状態だった。俺の両親も、結婚式を挙げたことは周知の事実で、すぐに嫁の姿がいなくなれば困るのも確かだと思ったらしい。だが、C子はまだ高校生であって、とても了承できるはずもなかった。だから、俺はお断りしようとしたのだが、当の C子が、こんな状態の俺をさんのことを放っておくなんてできない。だから、身の回りの世話だけでもしていいですか？姉の代わりに償わせてください。と言ってきて、俺は戸惑った。しかし、周りの大人はこれ幸いとばかりに、C子を本当の嫁にしてしまえば、それが真実になって丸く収まると、速攻で C子の荷物を俺の部屋に持ってきた。俺は次から次へと巡る自分の状況についていけなくて自暴自棄になってしまったが、C子は俺の邪魔をしないように、黙った洗濯をして、部屋を掃除してくれ、ご飯まで作ってくれた。オレオさん、ご飯ができました。食べましょう。俺はせっかく作ってくれたからと思い、ご飯を食べながら思わず彼女に聞いた。君はいいのか、僕の世話をするだけにここにいて。私も姉がしたことは許せませんから。家族のせいで傷ついている人のことを放っておけないし。同じ姉妹なのに C子はええこと違うんだな。気がつくと、俺は C子にありがとうとつぶやいていた。学校に行きながら、身の回りの世話をかいがいしくしてくれ、ご飯を作ってくれる C子は、気がつくと俺の生活の一部になっていた。そんな日を過ごしていると、二人で過ごす時間が自然になってきた。オレオさん、DVD 借りてきたの。一緒に見よ。これ、泣けるアニメの。そう、あ、見ながらオレオさん、ワインでも飲む？おつまみも作ってあげるからちょっと待ってて。そんな C子を見ていた俺は、君と A子は、姉妹なのに性格は全然違うなと問いかけてみた。うん、よく言われる。姉はいつも外見も派手めだしね。私は動きやすさ重視だから。でも、掃除は行き届いているし、ちゃんと学校で勉強もしている。何より君の料理は本当にうまい。嬉しい。料理が昔から好きで、いろんなものを作ってたから。C子と過ごす時間がいつの間にか、かけがえのないものになっていて、自分を裏切った A 子のことなど、思い出すこともなくなっていた。そんなある日、俺は C 子が好きだと言っていたスイーツを買って家に帰ったのだが、C 子は大きなバッグに荷物を詰めていた。ただいま。これ、お土産、駅前のケーキ屋さんのイチゴショート食べたいって言ってたろ？って、どうしたの？荷物持って。出ていくんです。は？なんで？俺は出ていく準備をしようとする C 子を止めさせて、話を聞いた。その話を聞いて俺は驚いた。なんと、A 子が家に帰ってきたのだとか。もう本当、最悪あいつに二股かけられてたんだけど。お姉ちゃん、結婚式ぶち壊しにして、今更どの面下げて帰ってきたのよ。え？当たり前じゃん。俺をとより戻すために帰ってきたに決まってるじゃない？もともとは私の婚約者だったんだし。それよか今、あんた家政婦みたいに俺をの世話焼いてたんだって？あとは私が変わるから、もういいよ。近日中に荷物まとめて出て行ってくれる？はぁ？あれだけあの人のことを傷つけておいて、今さら、何言ってんのよ。二人の会話を聞いていた義両親はまあ、帰ってきたんだから、元さやに戻るのが自然だろうなんて言ってたらしい。A子はその言葉を聞いてほらね、と勝ち誇った顔をしていたようだ。どうして君が出て行くことになるんだ？そ、では、私が帰ってきたからです。たった今、俺の部屋に来た A子が入ってきた。まだ荷物終わらないの？早くしてよね。あ、俺を、ただ今、帰ってきたよ私。もうどこにも行かないからね。今、この子に出て行ってもらうように荷造りさせてるから、ちょっと待ってね。今日から私たちはずっと一緒だよ。さらに A 子は、この子、どうやら俺をに惚れちゃったみたいなの。自分が身代わりにされてるとも知らずにかわいそう。と言ってきた。俺が思わず C 子の顔を見ると、真っ赤に染まっていた。そんな C 子を見ては、身代わりはもうおしまいよ。さっさと彼の部屋から出て行ってね。と A 子がケラケラ笑ってる。A 子の言葉を聞いた俺は、自分の中でプチッと切れるのがわかった。出て行けよ。もう、ほら俺をも言ってるじゃん。早く出て行けだって。お前に出て行けって言ってんだよ。え？何言ってんのよ俺を。私よ。あなたが愛して結婚しようとしてたのは C 子じゃなくて私よ。ああ、
本当、お前みたいな女と結婚しなくてよかったと今、心から思ってるよ。ちょっと冗談でしょ？この子を私の身代わりにしてたんでしょ？ちゃんと知ってるんだから。シーコちゃんをお前の身代わりなんかにしたことなんか一度もない。お前とは全然違うからな。自分の学業を全うしながら、掃除も洗濯も料理だってしてくれる。何より、お前に結婚式をすっぽかされて、ボロボロになった俺を支えて立ち直らせてくれたのはシーコちゃんだ。俺はシーコちゃんを愛してるんだよ。俺の言葉を聞いて、シーコは信じられないように大きな目を開いた。どういうこと？なんで私よりシーコが愛されるのよ。おかしいでしょ？全然おかしくないだろ。自己中心的なお前より、ずっとシーコちゃんの方が魅力的だよ。そう言うと、頭をガンッと殴られたような表情をしたまま A 子は愕然とした。ほら、さっさと出て行け。そして、俺は A 子を部屋から追い出した。二人っきりになると、俺は C 子に。姉がダメだったから妹なんて、格好悪いこと言えなくてずっと言えなかった。それにまだ C 子ちゃんは高校生だしな。でも、もう言う。俺は C 子ちゃんが好きだ。俺と結婚してほしい。とプロポーズした。はい、私も好きです。こうして、俺たちは嘘から出た誠で本当に結婚することになった。両親の思惑にまんまと乗っかった形になったけれど、俺が幸せを手に入れたことは間違いない。ちなみに A 子は、身勝手な行動をしたことで、両親からも見切りをつけられたようで、家から追い出されて、金も住むところも失ったらしいが、もう俺にはどうでもいい。人の心をひどく傷つけた A 子には当然の天罰だろう。いかがでしたか？嘘をついても後々バレて、その嘘がより一層自分の首を絞めることになるということですね。